まず冒頭市長よりコメントがございます。7月の12日以降、まん延防止の重点措置が延長され、市内飲食店に対しましては20時までの営業時間短縮、さらに酒類の提供を行う場合にはゴールドステッカーの認証を行うこと、同一グループの入店を原則4人以内とすること等の要請が行われます。一方で国の基準により協力金の下限額は3万円とされています。本市としてはこのような状況を踏まえ、令和3年4月のまん延防止重点措置期間の支援と同等となるように、府の協力金と合わせて金額が4万円となる水準まで市独自の上乗せの支給を行います。申請方法や受付開始等の詳細は後日ホームページでお知らせをいたします。営業時間短縮要請に伴い大きな影響を受ける事業者の事業継続を支援をしてまいります。以上です。それでは質問を受けします。日本経済新聞に関心をします。夢島についてお伺いします。今月5日までに夢島駅周辺の保管設置施設の、事業者を公募してて、応募がなかった、で応募がないことで直ちに何か影響はないということだったと聞いたんですけれども、この結果の受け止めと、今後の夢島関連の開発の方針についてお願いします。これまず万博を成功させなければならないんで、その夢島のターミナルについてはこれは確実に、万博開催までに、完成させなければならないと思います。これも大前提なんで、これを、こうやれる方法を今、これは高橋副市長の下で検討いただいてます。工期も含めて、いつも必ず着工しなければならないのかというのも含めて、ただこの夢島全体の街づくり万博後も見据えて考えていかなければならないんで、今回は公募の条件でちょっと不確定要素が多すぎた。やっぱり民間事業者にすると、再三事業再三を検討する上でもちょっとその検討するための、こう不確要素として不確定な部分が多すぎたというのが応募がなかった一つの要因になってますんで、今回応募がなかった要因を精査をして検証しながら、民間事業者が、こうその事業自体をしっかり検討できる、そういう不確定だと言われる応募要件の見直し、これをしっかりとやりたいと考えています。不確定要素というのは例えば IR が誘致できるのかとか、そういった点でしょうか。いや、そういうことじゃなくて、例えば地盤の改良はどちらが最終責任はどちらが持つのかとか、それから我々の要件の中にはやっぱり更地、長期の定期の着地ですけど、さら地でやっぱりその時は戻してもらう。ただ、埋め立て地ということもありますし、将来見越して、そういう高層の建物を建てた場合は、その杭を、やっぱり打つ必要もある。ただ、その杭を打った時に、その杭まで抜けと言われれば、もうそもそも抜く工法が今ないわけです。そういうものを。建築とも技術としてそのないものを求められても困るというのが相手の、それはそうやなと思います。だからそういうことも含めてきちっと、不確定ではなくて、事業を検討できるようなそういう形の応募要件にしたいと思います。すいません、読売新聞の今の関連で今後もそういう応募条件精査して、市として今後も引き続きその事業者を募っていくっていうことなんですか。そういうことです。協会に戻したりはもうしない。いや、それはターミナルの部分については、駅前広場については、これ万博を開催させるために必ず駅のない万博会場なんかないわけですから、これは我々が
所有者、土地所有者として、これインフラの整備として考えなければならないと思ってます。今後また条件を精査する中で、その対象となるエリアは駅前の2000平米のところだけなのか、プラスアルファ当初対象した3万も付け加えたエリアになるのか、どちらになるんでしょうか。これ夢島の将来を考えれば、万博後も考えれば、やはり駅周辺のにぎわいゾーンというのはこれ必要なことだとこう考えてます。次の質問いたします。またテレビの方と申します。私立小中学校で天井落などが相次いでいて、怪我をされた方もいるということ で、これについての人の受け止めと、東京にも劣化したアプリの工事の緊急点検が始まるということで、他の学校で休暇した部分など今後点検を広げていくことなどはあるか。あ、これはもちろんです。大阪市の公共施設というのは、非常に長期にわたる使用において、老朽化している部分はありますから、子どもたち、学校というのは子どもたちにとって安全安心な場所でなければなりません。そういう場所で、子どもたちに何らかこう怪我を負うような、そういうハードが残っているようでは、これは子どもたち安心して学校へ通うことができませんから、教育委員会においてまずは総点検をするということを僕のところに報告が来ています。総点検したも、そういう危険な箇所が確認できれば、これは早急に改善をいたします、回収します。でワクチンの件なんですけども、月曜日から1回目の新規が停止ということで、部局から何か2回目の接種ができないだったりとか延期になったという方がいるかという報告が市の方にあるのかということと、もしあればそういう2回目の接種ができないという方がいる医療機関に対して市から何か支援などを行うか。2回目の接種ができないという状況は必ず克服します。まあ当たり前です。でないとこのワクチンは2回接種して、ワクチンの効果というのが、1回でも、ある程度の効果はあると言われてますけども、その、やっぱり2回接種することで、ワクチンの 100% の効果が得られるわけですから、これ1回で済まそう、で2回を打つまでのスパンというのは決められているわけで、これも僕は3週間ということで最初厚労省からの指示があったんで、そのつもりでやってきましたけど、5週間でもいいんじゃないかという、今そういう話も出てますけど、必ず2回接種できるような体制はいたします。これは、今こうワクチンの総量の中で、ある程度のこうストック分の余裕は見てますから、もしそういうところが、僕のところは今はないと聞いてますけど、もし個別接種機関でそういうことがあれば、2回目のワクチン分はそちらの方へ供給をいたします。次の質問をお受けします。朝日新聞の添田と申します。大阪府まん延防止の措置が延長になるという形が決まりまして、西村大臣がですね、酒類の販売業者に飲食店と取引を自粛するようにという発言もありましたが、その後にですね、金融機関に対しても融資先の店に対して要請に応じていないところには働きかけるようにというふうに発言がありました。これの発言に対するご意見をお願いします。その働きかけっていうのはどういう働きかけするのかなと思ってます、圧力をかけるのか。僕やったら金融機関に協力をしてもらっているところに、今融資している、お金の、融資額を、返済猶予をしてあげようと言いますけどね。だから事業するときには必ず何らかの形で金融機関からの融資っていうのを受けてお金を回していくわけだけど、これだけ
飲食店の皆さんは本来自由に商売できるはずが制約をかけながらお客さんを入れれないんだから、お客さんにお酒を提供できないんだから、その中で今度協力をしていないところに罰則的なね、金融機関からの申し出を刺すんではなくてね、逆だと思いますよ、うん、今融資している、金額これをまあ5年程度、返済猶予期間設けるから、その間の金利分は負担は国がやればいいんです、返済猶予期間を設けるんで、ちょっと協力に要請に応じてやってほしい、そういうことをやっぱり金融機関から言わないと、うん、その応じない限りは今度、なんか追加融資を止めるとか、そういうのそれ貸し剥がしじゃない、それじゃ、うん、その趣旨が西村さんはどういう趣旨で言ってるのか分からないけど、もし圧力かける側の趣旨やったらもう大きな間違いと思う。でもまあ西村大臣のことやから僕と同趣旨のことで金融機関の協力を言ってるんじゃないかというふうに、まあ期待したいと思います。通信社の木山と申します。まん延防止に関してなんですけど、市長はまん延防止に関して少しずつ状況を見ながらというのを見たりして、で以前も例えば1週間おきに状況を見ながらとおっしゃったと思うんですけど、まあ、具体的に今回のまん延防止の中で、まあ、どのタイミングで規制緩和の議論を行うべきかというのを考えています。どのタイミングでというか、今残念ながら、陽性者数はやはり増えていってます。2週間ぐらい前まではこう下がり基調でした。残念ながらこの2週間は急激な拡大には至っていないけども増加傾向、まあ、その状況の中ではなかなかこの規制緩和、要はまん延防止終了 の議論をはできない、こう考えています。ただこれはワクチンも今接種が始まっているわけですけども、重症病床それから中等症の病床についてはそのステージ3の以内に入ってきてますので、結局コロナに感染しても命が守れる体制があれば、そして医療逼迫を起こさない体制であれば、やっぱりゼロコロナはないわけで、ウィズコロナという状況の中でね、社会を回していく必要はあると僕はそう思います。MBS です。昨日ですね、知事も囲みの中で若年層の感染者が徐々に増えつつあるというような発言されてました、警戒が示されていると思うんですけれども、逆にですね、例えばこう指標が大体このぐらいになってきたら、逆にそのマンボウの要請をまた断固強めるとかですね、そういったこととかっていうのは今時点で考えていらっしゃいますか。これは府の本部会議で、国と協議をしながら決めることなんです。専門家の皆さんの意見を聞いて決めなければならない思ってます。ただ今はその重症病床の状況 を吉村知事も見ながらね、今まで2人だった、の飲食店への、来店者数を4人までということで、それは飲食店側それから、これまで我慢してされてこられたお客さん側からももうそんな緩和はビビたるもんやと言われるかもしれませんけども、今病床をモニタリングしながら、人数制限については少しだけ緩和されたというのが現実だと思います。そしてまずもう一点なんですけれども、西村はですね、支援金、飲食店の支援金について先払いというのも今検討しているという話が昨日出ておりますけれども、先払いという部分に関しては、不正受給などを防ぐなどの観点からですね、これは地方の責任でという話も出ておりますが、そのあたりについては市長としていかがでしょうか。いや残念ながらね、この間、1年に及ぶ飲食店の皆さんへのそういう制約において、我々は十分ではないけども、協力金と
というものを、飲食店の皆さんに、まあ、支給させてきていただいて、でこれ残念ながらやはりその中においては二重申請、それから虚偽申請、実際店舗がないのに申請されてきた方々も大多数は真面目にやっていただいてますけど、そういう方がいらっしゃるわけで、それを審査するのに少し時間を、まあ、いただいたわけです。で、その先渡し協力金というのを、まあ、どういう中身でやれるのか、結局チェックするんなら一緒のことだと思うんです。チェックなしで渡すと、これは、真面目にきちっと店舗構えていただいている方はもちろんそれはそれでいいんですけど、やはりこれまでの協力金の、実態から言ってある一定数はやっぱり虚偽も申請、が出てきます。でこれはやっぱり税金なんでね、西村さんのポケットマネーの話じゃないから、やっぱり税金を支給する上でそれはそういうことを、そういう虚偽のそういう、こう心配が可能性がある中でね、そこまでばらまいていいのかなと思ってます。で、それをで自治体の責任であれと言われれば、これはちょっとできないというのも、これはやっぱり住民監査請求を受けて、そういう形で例えば市長としてそういう公金をそういう形でばらまいた場合、多分住民監査請求を受けた後、僕は返還命令を受けると思います。国は国会議員、政府にはそういう法律そこ適用されないけど、地方自治体の長には公金の使い方で、不適切な部分があれば住民監査請求を受けて住民訴訟の対象になって、これ返還、裁判所で返還命令を受けたときは個人で返還しなければならないんで、それはもうちょっと僕はちょっと申し訳ないけども、何にもチェックなしにそれを全て、前渡し出せと言われれば、これも将来、住民訴訟で負ければまさに僕はもう自己破産しなければ、もう大阪市って市でそういうことをやるともうすごい金額になりますからね。だからそれはやっぱり地方の責任でって言われても、全国の首長それやる根性あるかなと思うし、特に大阪の場合は大阪市内5万件店舗があるんで、これを前渡し的にチェックをしてから前渡しせえと言われても今度は物理的に無理があるんではないかなと思ってます。それからもう一つ言うと、この間1年間で、大阪市内店舗一番最小の店舗で今1200万程度の、協力金を支給させていただいてます。一番大きいところは4000万を超えてます。もっとその大きいところはもう申し訳ないですよ、それでは足りないところもあるかもしれないけど、最小店舗で1200万、支給していますんでね、その間店を開けてないということは仕入れもないし、で人件費については雇用調整助成金で対応できているんで、なんとかその前渡しじゃなくて、もちろん制約かけてる限りは協力金は必要だと僕は思います。自由に商売できないから。でもやっぱりそういう中で事実として最小店舗で1200万、大きなところで4000万、これはやっぱりもう公金で協力金支給しておりますんで、でそのこれから継続される、まん延防止期間中の協力金についてはですね、なんとかやっぱり今までのルール通り申請していただいてチェックをさせていただいて、多少やっぱり時間はそれは遅いと言われます、遅いと言われるけども、
これまでの協力金も活用しながら、だから融資の、体制も整えてますんで、その範囲でなんとか、こう事業を継続していただきたいと思ってます。次の質問を受けします。関西テレビです。先ほどのワクチンの2回目の件なんですけれども、細かい話ですが、ワクチン2回目が打てないという方限定なのか、それとも延期された方についても一定の対象カフェの期間で打てるように足りないところには供給するというか、2回目の方の延期はしてませんか。もし供給が入らなくて、その人個人が延期にちょっと期間が延びてしまうというような、今回1回目の12日からの接種を一旦止めさせていただいたのは、2回目接種できる方のワクチン量をしっかりと我々、こうワクチン量を確保するために12日以降の、1回目の接種を、一旦停止させていただいてますので、2回目接種される方のワクチン量は我々は十分あるという認識です。2回目の方の予約が多くて、で実際来た量が少ないと2回目の方も少し延期してもらわないといけないという医療機関も出てくると思うんですが、その場合にもその個別の事情については逆の医療機関もありますから、将来に向けて1回目接種するためにワクチンをストックしているという、医療機関もありますから、大阪市内全体でバランスは取れていますので、そこは、ワクチンの融通で2回目の方の接種は必ず接種できるようにしたい。そのために12日以降の1回目の接種を一旦止めさせていただいています。2回目がちょっと遅れてしまうという方に関しては、違う病院で受けてもらうというようなことですか。いや、その病院にワクチンを提供します。そういう具体的なもの、具体的なそういう要請をいただいて、それを今ワクチン接種間のもとと、それから各区長に各病院の現状を直接把握するように指示しています。それは今日には、例えばどの病院でどれだけのワクチンの残量があるのか、1週間分ぐらいはストックされているはずなんです。でもそれが2週間分ストックされている場合もあるでしょう。だからその残量を今各区長1700の、新個別接種会場診療所あるわけです。全て網羅するように指示しています。今日にはその報告が上がってくるんで、2回目の接種される方々が、接種日がわからない、確定できないほど延長されるということはありえないと思います。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。続いて政務の質問に移ります。質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ終了していきます。